Hi guys, it's Takumi. 今日は久しぶりの Vlog 撮影です。楽しんでね。 Check this out.今日は神楽坂というところで焼肉を食べて、その後にカフェでゆっくりしながら勉強でもしたいなというふうに考えています。動画の頻度が少なくなってしまったのにはちょっと理由があって、実は僕今年の3月で卒業するので、あと2週間ほどで卒業なんですが、卒業前の卒業論文というのを仕上げなきゃいけなかったり、また最後のダンスの大会があったりして、練習がすごく忙しかったりして、なかなか動画を撮る時間がありませんでした。もしかしたらこれが学生最後の動画になるかもしれないので、 YouTube 投稿をどうしていくかっていうのはまた考えていきたいというふうに思います。今日行く焼肉屋さんはここです。はい、ありがとうございます。はい、いただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。続いて神楽坂を歩きます。ゲームセンターがありますね。ここはお洋服屋さんです。ここは和菓子屋さん。ここはラーメン屋さん。俺流塩。ちょっとね、漢字が読めないと難しい町ですね。うどん屋さん。美味しそう。ここお寿司屋さんですね。75円。
通りが売ってます。神楽坂は結構たくさん和を感じれるお店がいっぱいあって、日本のものを取り扱っているお店がいっぱいあるので、ぜひ観光にいらしてください。ここは神楽坂毘沙門天があります。毘沙門天って何だっけ、何だっけ、毘沙門天って有名な神様です。かくなのでちょっとお参りしていきましょう。街中に急にこういったところが現れるのも神楽坂らしいなというふうに思います。長いので省略。ここ入ってみます。すごい京都みたい。神楽坂はずっとこのような緩い坂がついてるのでちょっときついけど、街並みが楽しいから飽きないね。今から行くカフェはちょっとさっきの坂から外れて少し入り組んだところにあるので、迷わないように地図を見ながら行きます。すごいのどかな光景だな。公園、もうすぐ春だから桜が咲くのかな。ここはまだ何も咲いてないけど、4月頃はすごいピンクで綺麗だと思います。ちょっとこの公園を抜けて左に曲がると見えてくるはず。あ、見えてきた、これだ。ちょっと並んでます。着きました。これはキャロットケーキ、人参のケーキです。上に乗ってるのは何だろう、チーズかクリーム状の何かが乗ってて、下はキャロットケーキ、スポンジケーキです。美味しそう。ダイエット中の人に向けたおすすめのケーキです。美味しかった。ごちそうさまでした。はい、ということでカフェ出ました。多分1時間ぐらい何やかんやいたのかな。すごくいいカフェでした。また時間があったら行きたいなというふうに思います。はい、ということで今日の動画はこんな感じで終わりたいというふうに思います。またこんな感じの日常系の動画を撮る機会があったら撮ってまた動画アップしていきたいというふうに思うので、もしまたこういう動画が見たいよっていうふうなコメントがあればぜひ YouTube にコメント残していってください。楽しみにしてます。 I hope you guys enjoyed this video and if you like this video please leave a good button and leave some comments below and thank you so much for watching this video. Bye.